はい、では今日はワンツー左フックのサンドバッグの打ち方をやっていきます。ダブが当たるぐらいの距離までサンドバッグとの距離を空けてください。これも近いとちょっとショートになりますんで、ダブが当たる距離から3つ出していきます。パンチがなるべく体の中心から出るように、手だけ開いたまま打つと手の力だけになるんで、なるべく体の近くに手があって最後だけ振り抜くように。ジャブと右ストレートも一緒で、体から早く手が離れてしまうと威力がなくなってしまうんで、最後まで体をくっつけたまま回って最後だけ手を出していきます。以上です。